写真拡大。 DeNA と楽天は26日熊原健人投手と浜谷浩大投手の交換トレードに合意したと発表した。熊原は球団を通じて、突然のことでびっくりしています。3年間在籍し、監督、コーチ、選手、裏方の皆さん、出会う人に恵まれました。横浜で経験したことを仙台の地でも発揮して良い報告ができるよう頑張りますとコメントした。熊原はプロ通算22試合登板で4勝2敗、防御率 5.14。 昨季は1軍登板がなかった。一方、浜谷はプロ通算38試合登板で3勝0敗、防御率 6.28 の成績を残している。フルカウント編集部。